豊岡地区のお野菜ね、取れたての野菜がいろいろありますので、それを使っていこうと。味とボリュームに大満足。2軒目は磐田市の北部、豊岡地区にある豊岡旬菜和食処鶴竹。この地に店を構えて4月で丸13年を迎えるここ鶴竹では、地元の素材を使った料理を提供しています。芽キャベツとケールを掛け合わせた新しい野菜ですね。といってももう20年以上前からあるんですけどね、で今この頃だいぶ増えてきましたね、作るところが。こちらが芽キャベツとケールを掛け合わせて作ったプチベールという野菜。地元磐田の企業が開発したこのプチベールを食べられるのが人気メニュー春の膳。生バチマグロの刺身に豊岡産の新玉ねぎのスライス、そして天ぷら盛り合わせの中にプチビールはありますよ。甘みがあるので野菜嫌いの方でも食べやすいんです。しらすとあと白ネギですね、これを入れて、でクリームコロッケとして揚げてます。磐田の特産物といえば有名なのがエビ芋。蒸したエビ芋をペースト状にしてオリジナルのホワイトソースと合わせます。そこに福出産のしらすと豊岡産の白ネギ、白ごまをよく混ぜ合わせ、形を整えてパン粉をつけて揚げれば、鶴竹オリジナルエビ芋クリームコロッケの完成。粘り気のあるエビ芋で作ってあるので結構食べ応えがありますよ。ちょっと、胃袋が物足りないという、ね、いう方がいらっしゃったことが、まあ、一つのきっかけではありますでしょうか。はい、まあ、びっくり仰天される方が結構ありますね。びっくり仰天してしまうというのがこちらのかき揚げ。これはしらすと白ネギを使うという形で、あと他それだけじゃ寂しいもんですから他の野菜を1点、まあ、今日は黄色い人参、キーニンジンというやつを使ってます。こちらのかき揚げ直径はおよそ12センチ、そして高さはおよそ8センチ。分厚いぞ。これをご飯の上に乗せてかき揚げ丼にしちゃいました。ちなみにご飯の大盛りは無料なんだそうです。天ぷらをはじめ各種お料理いろいろ取り揃えております。皆様のご来店お待ちしております。完食できるぞという方はぜひご注文を。